ごご覧いいただきありがとうございます11月23日にヤンキースから DFA、事実上の戦力外としてリリースされ FA となり11月30日にカブスと1年のメジャー契約で合意したクリント・フレイジャーがツイッターで存在感を発揮しています事の発端はフレイジャーが新天地カブスのユニフォームを身にまといリグレーフィールドに立つ姿をアップしたツイートここでフレイジャーはまずこのユニフォームクソかっけえ カブスの一員になるることににすげー興奮してるわカブスに来ることに決めた一番の大きな理由の一つはシカゴのファンなんだ彼らがどれだけカブスの選手たちに刺激的な存在かって俺もそんなファンたちに刺激的な存在になるぜひげ剃りを持ち運ばなくていいことを祝して乾杯とカブスに加入できることの喜びに始まりカブスファンを称えそして俺はそんなファンのためにやるぜ という非常にエネルギッシュでポジティブなツイートしかしその最後にもうひげ剃りは必要ないとフルスヤンキースのひげ禁止をはじめとする厳しい見出し並みポリシーをチクリとやりますこれは2017年のスプリングトレーニングでの一件が背景にあると思われますフレイジャーは2016年のトレードデッドラインでインディアンスからヤンキースにトッププロスペクトとしてアンドリュー・ミラーとの交換トレードで加入します 翌2017年のスプリングトレーニングに自慢のカーリーレッドヘアが肩にかかるくらいの長さで現れますこれに眉を潜めたのが当時の監督ジョー・ジラルディとアドバイザーを務めていたレジー・ジャクソンジラルディはここにはここのルールがあると3発を命じ即実行に移されます当時ヤンキースの公式ツイッターはその模様をツイートしていました この件をはじめとしてヤンキースの厳しいルールにうんざりしていたと思われます。フレイジャーのカブス入団ハッピーツイートはさらに続きます。背番号はヤンキース時代と同じ77番をつける。7番をリクエストしたんだけど、空いてなかったからね。まあ、俺はかつて7番を欲しがったことなんてないよな。爆笑絵文字。ここで言う俺はかつて7番を要求したことなんてない。 というのはフレイジャーがプロスペクトとしてヤンキースに入団した際に背番号7番を要求したとされることから来ていますヤンキースの7番はミッキーマントルが背負い永久欠番となっている番号これをプロスペクトが要求するとは何事だとファンからの反感を買ったのですこれはヤンキースのベテランラジオアナウンサースジン・ウォルドマンが番組で明らかにしたエピソードでしたがフレイジャーは事実ではないと否定 ヤンキースのキャッシュマン GM も事実ではなくアンフェアだと激怒後にウォールドマンは謝罪していますしかし一筋縄ではいかないフレイジャー2017年には背番号30をつけていましたがヤンキースがかつて所属したデビッド・ロバートソンを再獲得そのロバートソンはキャリアを通して30番をつけていたためフレイジャーは番号を譲りますそこで選んだのが77番 フレイジャーに非はないもののファンの怒りを買い一騒動となったマントルの7番の一見を蝕か返すかのごとくあえて77番を選んでみせたのですこれもまた物議を醸しました今回のツイートではこの一連の流れをネタにしているとみられますこれに対して怒ったヤンキースファンと思われるアカウントから本当嬉しいわこいつがもうヤンキーじゃないってことがとリプライが飛んできます これに対してフレイジャー、俺もだわと返し、ヤンキースの一員で亡くなったことがよっぽど嬉しかったのか、笑い転げる爆笑絵文字は4つの大サービスで煽ります。ただ、ファンとのバトルはこれ以上発展することはなく、その後、フレイジャーは自身の思いを冷静にツイート。俺がカブスに移籍してハッピーなのは、ヤンキースファンがどうのこうのってわけじゃない。関係ないよ。俺がハッピーな理由は、 よよ、り多くプレイできるるるチャンスがある環境に行けるからなんだだとしましままた。た一一応、爆笑絵文字はつついていてす。ちなみに、そんなフレイジャーに対するヤンキー装備、s o b CC ・サバシアのリアクションはこちらです。 ボロクソに言われてしまったフレイジャーここではそんなフレイジャーのキャリアを簡単に振り返ります2013年ドラフト全体5位でクリーブランドから指名を受けますちなみにアーロン・ジャッジはこの年の全体26位でしたクリーブランドのファームシステムで順調に成長していたフレイジャーは2016年のトレードデッドラインで他のマイナーリーガー3人とともにアンドリュー・ミラーとの交換でヤンキースへトレードされます翌2017年7月にコールアップされ先発でメジャーデビュー この試合でホームランを含む4打数2安打1週間後にはホームで3安打9回にサヨナラスリーランホームランを放ってトッププロスペクトの片りを見せつけます結局このルーキーイヤーは打率2割3分1輪でしたが39試合で17打点と勝負強さを発揮しました翌2018年スプリングトレーニングのパイレーツ戦でレフトの守備の際にフェンスに激突試合後に脳震盪と診断され5月までの故障者リスト入りを余儀なくされます その後復帰するも9月にさらなる脳震盪の症状が見られたためその時点でフレイジャーの2018年シーズンは終了この年はメジャー15試合の出場にとどまりましたフレイジャーは後にこの時の脳震盪の後遺症に2019年20年シーズンでさえ苦しんだと話していますその2019年シーズンはメジャーと AAA を行き来することになりメジャー出場は69試合打率2割6分7厘 OPS867 ホームラン12本 打点38とオフェンス面では大きな貢献を見せますただディフェンス守備の悪さが目立ちメジャーに定着できませんフレイジャーにとって最悪の日となったのは7月2日ホームでのレッドソックス戦ライトのポジションでいずれも得点につながる3つの大きなミスを犯してしまいますこの時点で打率2割8分以上打っていたもののこの後にチームがエンカラナションを獲得したこともありマイナーへ降格 それほどの代償を払うことになった大きなミスでしたフレイジャーとまずい守備というとこの試合の前5月の田中マー君先発試合でもミスを連発あのマー君でさえついにその観忍袋の尾が切れるというレアな場面を覚えている方も多いのではないでしょうか2020年短縮シーズンは開幕メジャーならずしかしその後コールアップされ39試合に出場 打率2割6分7厘、出塁率3割9分4厘、長打率5割1分1厘、ホームラン8本、26打点と素晴らしい活躍、そして守備も改善、最終的にゴールドグローブにノミネートされるまでに至りました、そして今シーズン、スプリングトレーニングでブーン監督は、今年のレフトのスタメンはフレイジャーになるだろうと発言、期待に応え、開幕戦で2安打、最初の4試合で打率4割1分7厘としますが、 その後、スランプに陥り、4月を打率1割5分6厘で終え、6月30日の時点でも打率2割、その2日後にめまいの症状で故障者リストへ、チームは軽症と見ていましたが、テストの結果は視覚の問題であることが判明、離脱を余儀なくされたフレイジャーは、ツイッターでチームへの不満を明らかにします。俺が把握ししててていいいいることをを彼彼ららにも分分かかっっほよよはそれを分かっていないんだよと 詳細はこれだけでは分かりませんが視力視覚に問題があるとされた症状についてチーム側と行き違いがあるのでしょうかさらにヤンキースがワイルドカードゲームでレッドソックスに敗れた6日後の10月11日には同じくツイッターで今のこの状況について公に語れる機会が欲しいし多分近々そうすると思うんだけどこれまで俺の故障について多くの誤ったリポートがされているそれを明らかにする などとツイートヤンキースとのコミュニケーションがうまく取れておらずフラストレーションをためている様子がうかがえました上場のスタートを切るもプロスペクトの期待に応えたとは言い難い紆余曲折のあったヤンキースでの5年半何でも SNS でぶちまけてしまうフレイジャーにも問題ありと思われますが特に今シーズン終盤からのチームとの関係などを見るとヤンキースを出てシカゴでのフレッシュなスタートを切るチャンスをつかめたことは フレイジャーにとってそのツイートにあるように非常にエキサイティングなことでしょうまだ27歳新規一転カブスでどんな活躍を見せてくれるでしょうかちなみにフレイジャーといえばオリジナルのカスタムスパイクでもファンを楽しませてくれましたこちらはエアージョーダン1ナイジェル・シルベスターのカスタム続いてジョーダン1シャドウのカスタムジョーダン1デラク・ジーターリスペクトのカスタムジョーダン6オリンピックそしてジョーダン1トラビス・スコット などなどスニーカーフリークとしてさすがのカスタムセレクションを実際に試合で着用していましたが来年以降カブスではどんなコレクションを披露してくれるでしょうかご覧いただきましてありがとうございましたなおカスタムスパイクといえば2020年に当時レッツのロレンツェンが着用したバンズのカスタムは衝撃でしたよろしければチャンネル登録をお願いいたします